歩いてこれってやばいな。最高ですね。海の波はないです。波は胸ちょいぐらいだったんですけど、まあちっちゃい方ですね。だけど全然なんだろう、当て込めるし波いいし、まあ初日の1ラウンド目にいいね、体ならし、そんな波でした。いや結構日焼けしたから疲れそうだけど、でもここからですからね。ちょっと温泉吹いてきちゃったけど、夕方もどっかでできたらな。疲れました。気持ちがいい感じのライディングを目指してやってましたね。あ、はい、炒め物とチキンだそうです。チキンとお芋ですね。お芋ですね。ボスのイーランさんです。はい。あ、マネーマネーマネーカミン。ノーマネーイラン、カスタマー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 カミンカスタマーカスタマーカミンカスタマーカスタマーカスタマー。おはようございます。2日目の朝はあいにくの雨でございますが、夜中がすごい風雨ともに嵐で寝れなかったです。それぐらいすごかったですね。そして全身日焼けでめっちゃ痛いです。顔も超腫れ合ってますね。これからサウスウェストの風なので、買わせる場所、この辺のデュランライトとかはオンショアになるので、オフショアになる場所を目指して行っていきたいと思います。しかもだからここはやっぱインサイドが消えてなくなっちゃうから。
疲れました。